この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それでは、ご覧ください。こんにちは、斎藤直樹です。今日はですね、1時間で絵が上手くなる方法ということで、大風呂式を広げてみましたが、おい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 、直樹、さすがに嘘だろうって思いましたよね。ですが、本当です。絵ってですね、上達に関係が深い段階と、 上達とは関係が薄い段階があってですねその上達に関係が深い段階だけをガンガン繰り返すことでね他の人よりも効率的に短期間に絵を上達させることができちゃうんですねで、その上達に関係が深い段階っていうのをですねこれから紹介するやり方で実行すると慣れていれば大体1時間ぐらいでできちゃうんですよあのですね、これ本当にはっきり言ってウルトラ有料級の情報ですからねさて、それではもう最初 結論いっちゃうんですけど1時間で絵が上手くなる方法それはサムネをたくさん描くこと。 ですえ、サムネって何っていう人のために説明すると、サムネとは SNS や YouTube、そして p i x i v などで、絵や動画をクリックする前に表示される縮小画像のことですね。これをサムネイル、略してサムネって言うんですけど、今回紹介するのは、絵を描こうという意識ではなく、このサムネを描いてみようというやり方です。やり方は簡単です。普通はですね、絵を描くっていうと、1枚の絵を丁寧に完成まで時間をかけて描いていくっていうのを 想像しますよねでも、今回紹介する方法はそうではありません。こちらがですね、今回紹介するサムネです。サイズもですね、小さな画像で描いております。縦横3センチ、4センチぐらいでしょうか。細部の描き込みとか、細やかな形状とかはもう全部無視していいので、このサムネだけを1時間集中して3つ作ってみるんです。色もね、できれば簡単にでいいので、つけてみてください。細かな陰影などは省いても結構ですので、大まかに着彩すること。これが結構大事 余裕があればですね、もう1時間増やして、4つとか5つとか作ってみても構いません。こうするだけでですね、あなたの画力は爆速でガンガン上がっていってしまうんですよ。なぜかというと、その理由が3つあります。人は第一印象で絵を判断するから、ちょうどいい情報量だから、比較検討できるから、です。順番に解説していきますね。人は第一印象で絵を判断するから、 絵を描く人と、絵を見る人の視点って、実は結構差があります。絵を描く人の視点ってどういうのかっていうと、もうずっと長い時間、人によっては10時間、20時間、30時間、同じ絵と向き合うことになりますよね。一方で、絵を見る人の視点ってどういうのかっていうと、例えばこんな感じです。 はい、こんな感じ。今は特にスマホを皆さん持っている時代ですから、インスタやツイッターなどのタイムラインで流れてくる絵を一瞬だけパッと目にする。絵を見る側の視点で言うと、もうほんの一瞬の出来事。それが絵を見る側の視点だと言っても過言ではないと思います。ちょっと、絵を描く側の人にとっては残酷かもしれませんが、それが現実なので仕方ありません。それを踏まえて、この3つのサムネを見てください。パッと一瞬見た印象で言うと、皆さんどの絵が目に 飛び込んできたように感じますか僕はですね、B が一番目に飛び込んできたように感じました。この理由に関してはですね、この後の方で徐々に解説していきますが、僕と同じように B に対して、おって思った人、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。まあですね、パッと目に飛び込んできたのが B だからといって、じゃあ B が一番いい絵なのかっていうと、また話はちょっと変わってくるんですが、ここではあくまで感覚の話をしています。パッと一瞬見せられた絵に対して、おっ で反射的に思う絵自分的にはどう書いた時にそのイメージの強さ第一印象の強さが作れるのかこうしてサムネを作ってみることでよくわかるんですまあ、僕もね時と場合によっては A 案とか C 案をあえて選ぶこともあるとは思いますがさっきも言ったように一瞬で目に飛び込んでくるイメージの強さこれがなければそもそも絵って見てもらいづらいですこう考えると B 案のパッと目に飛び込んでくるイメージの強さは無視できませんこういう第一 第一印象の強さは大事にしたいところですよねとこのようにですねサムネを描いてみるとどういった第一印象が強く目を引きつけるのか自分で判断がつきやすくなりますそしてこのサムネを作ることを繰り返すことでそういう感覚が徐々に身についてきやすくなるんですねそれは言い換えると人を一瞬で引きつける絵が描けるコツが身につくと言ってもいいと思いますねこの能力欲しくないですかちょうどいい情報量だから それとですね、絵を描く人がついやってしまいがちな間違いがあります。それは何かというと、うーん、今回はあまりいい絵にできてないなあ、そうだ書き込み量をもっと増やそうもっともっと細かく書いていったら、もしかしたらみんな驚いてくれるかもしれない <laughs> こんなに細かく書き込んだらみんな驚くぞそうです。情報を詰め込みすぎてしまうことです。え、細かく書き込んでる絵って魅力的じゃんダメなのって思う人もいるかもしれませんが、ええー、とですね、 決してダメではありません。ですが、絵はですね、人を引きつけやすい情報量というのがあるんですよ。さっきも言ったように、絵は第一印象で、その絵をそれ以上によく見るのか、それとも、スッとスクロール。それ以上は見ないのかが決まってしまいます。なので、第一印象の強さを無視して、情報量だけを増やしていっても、全然意味のない作業になってしまうことがあるんですね。あいえ、ここははっきり言っちゃいましょう。1枚の絵に対して情報量が濃すぎ 見る絵というのはむしろ見る側にとっては負担になってしまう場合が多いんですそれは例えば超大盛りの料理店を想像してみるとわかりやすいと思うんですが初めて行く店で激盛りメガ盛りの料理って皆さん食べたいと思いますかまあ、僕とかはあまり大食いではないのでそもそも大盛りって食べたいとは思わないんですけどたとえ大食いの人でもねこの店の味好みに合わなかったらやだな大盛りを頼む前に味を確かめてもし美味しかったら次 大盛り頼んじゃう。そんな風に思う人も多いんじゃないでしょうかそうなんです。初めて食べる料理と同じように、初めて見る絵でもですね、食べやすいサイズ、量があるんですよ。その観点で絵を見てみると、まあ、この3枚についてはね、そこまでの情報量、もともと詰め込んでいない方だとは思うんですけど、初めての人にとって受け入れられやすい、見やすい情報量っていう意味では、A は少し多いのかなっていう風に判断することもできますね。B か C がスッキリしていて見やすいのかな。そんな そんな風に想像することができます結構ですね最初から大きいサイズで絵を描き始めてしまうと途中で情報をどんどん書き足したくなってしまう衝動に駆られることがありますあここにもキャラクター足しちゃおうあここにも虫とか書いちゃおうなんていう風に工夫するのが楽しくなっちゃってですねいつの間にか情報過多になってしまうことがあるんですよ絵に対しての思いが強い人ほどついついあれもこれもと足しすぎて対策にしがちです小さなサイズのサムニ で書くというのは、そういった超大盛りの料理のような、悪い意味での対策にすることを防げる方法なんです。サムネで書いてみるとわかると思うんですが、そもそもこのサイズでは、詰め込める情報量が限られます。画面が小さいですから、そもそもそこまで書き込めないんですよ。なので、図らずとも、ちょうどいい情報量に画面をデザインできちゃうんです。ついつい画面に対して、いろいろな情報を詰め込みすぎてしまう人にとっては、サムネで小さいサイズで書いてみること。これが 非常におすすめですのでぜひ試してみてください比較検討できるから そして、サムネを作る上で、一番絵が上達する理由がこちらです。絵を比較検討できること。あのですね、いくら神絵師と呼ばれるような、ものすごい画力の持ち主であっても、一発で魅力的な絵が描ける人って稀です。そういった方々も、何度もチャレンジを繰り返して、魅力的な絵を作り上げているんですね。え、そうなんだ。じゃあ僕らにはやっぱり無理なんだ。ひたすら時間をかけて、何年も努力を積み重ねないといけないのね。 そんな風に残念に思ってしまった人いるかもしれませんがそうではありません。これもサムネを書けば 解決です。なぜかというとですね、サムネを書くと比較検討ができちゃうからなんですよ。こうしてサムネをたくさん書いて並べて比較すると、少なくともこの中からベストなものを選び出すことができますよね。今の自分から出てくる最善を選ぶことができます。それに先ほどから言っているように、なぜこのパターンに自分が強く引き付けられるのかを分析することによっても、今の画力を引き上げる手助けになります。例えばですね、今回のこの3枚のサムネ、 実は、このイラストを描くためのカラーラフとして描いたものです。すいません。最初に言うと混乱させてしまうかと思い、あえて黙っていたんですが、そうなんです。このサムネは、サムネって言いましたが、このイラストを描く準備段階で描いたカラーラフでもあるんです。で、このイラストを描く時に僕が立てたコンセプトなんですが、雨の中でも元気な田中ちゃんです。その立てたコンセプトをもとに、このサムネを比較検討してみると、まず A なんですが、A もね、とても魅力的に描けました。特に 表情が優しくて好きなんですが最初のコンセプトである雨の中でも元気からはちょっと外れてしまったんですねカラーリングも寒色系に振っていますのでなんだか物悲しい雰囲気になってしまいましたあと絵の奥にも2人人物がいてケイちゃんとナギサちゃんなんですがこの絵のサイズに対してこの情報量は少し多いかもしれませんねその次に B ですがこれは結構いい感じですね田中ちゃんが飛び跳ねているポーズも元気な感じがしますし色もね紫陽花を利用して梅雨の時期なのに カララフルででで元気気ななイイメージにできてているような気がししまますす実際こののストの聖書でも B 案を採用しておりますそして最後に C ですが C でも田中ちゃんのポーズや色彩からも元気な印象は受け取ることができるんですが構図がちょっとまっすぐすぎるのとあと画面に対しての人物の入り方が小さくなってしまいましたこれではキャラクターというより風景全体の印象が強くなってしまいます今回のコンセプトは元気な田中ちゃんですのでそこからも少し外れてしまいますなのでそうい った視点で3枚を見比べてててみるるとと B がが一番コンセプトに合っていて第一印象が良さそうだと判断でできるわけですねこのように1枚の絵だけを進めていくのではなくサムネを何枚か作ってみてそしてそれを今みたいに比較検討してみることでなぜこの案は良いと思えるのかそしてなぜこの案は他の案と比べて目に飛び込んできづらいのかその理由が見えてきてそしてそのノウハウを自分の中に蓄積していけるんですそうなんですもうお分かりですよ これを続けていけばですね、今回の学びを次回に、次回の学びをまた次回にと、次々に成長を積み重ねていくことができるんです。これは一枚の絵に対して一枚のパターンしか考えない人に比べて、蓄積できる成功例、失敗例を少なくとも一枚に対して三パターン考えることができるわけですから、単純に考えて人の三倍のスピードで成長できるやり方なんです。これやばくないですか ぜひですね、1時間使ってサムネをたくさん書くこと、これを取り入れてみてはいかがでしょうか。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうかまた途中お伝えしましたが、今回紹介したサムネというのは、もちろんサムネだけで終わらせるのもありですが、それをそのまま作品のカラーラフに転用することができます。そのカラーラフの書き方の具体的手順を紹介した動画。カラーラフが大事。ミスやボツを防ぐ書き方講座があります。興味がある方はこちらも合わせ チェックしてみててみくださいね概要欄に URL を載せておきますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイということで再放送お届けしましたいかがだったでしょうか新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします